ジョッシュ・ジャクソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ生まれ、ミシガン州デトロイト出身のプロバスケットボール選手、NBA のデトロイトピストンズに所属している。生まれて間もなく、ミシガン州へ引っ越したジャクソンは、デトロイトにあるコンソーシアム高校では2年間プレーし、2年生時には、平均28得点15リバウンド6アシストを記録し、同高校を、 初の州王者へと導き、カリフォルニア州ナパのジャスティン・シエナ高校へ転入。プロリフィックに所属し4年生児までプレースカウトランクは1位で全米ナンバーワンの呼び声が高かった。強豪校であるカンザス大学に進学し、スターターとして35試合平均16.3得点7.4リバウンド3.0アシストを記録し、ビッグ12の ファーストチームや新人賞などを受賞。2017年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明し、フェニックスサンズに一巡目全体4位で指名を受けた。2018年2月28日に行われたメンフィスグリズリーズ戦で29得点を記録。試合はサンズが110から102で勝利した。2018年3月17日に行われたゴールデンステートウォリアーズ戦で、 キャリアハイとなる36得点を記録、試合はウォリアーズに124から109で敗れた。高い守備力とバスケットボール IQ に定評があり、ハードワーカーとして知られ、現役選手では、カワイ・レナードやジミー・バトラーに例えられる。一方で、フリースロー成功率の低さやシュートの安定性を指摘されるなど、オフェンス面の向上が求められている。ありがとうございます。